今日ねみんなにこうご紹介したいなとおすすめしたいなってものがあったんだけども、それがねこれなんだよ。これ鬼山の模型、これさすごくいいのね。虫が来ない本当に。まあこいつの出会いを言うとさ、ここの畑に一番近いところのファミリーマートで、窓に吊るしてあったのこれ。でそこのオーナーさん、朝早く行った時お客さんいないでオーナーさんっぽい人がいたから、これ聞くんですかって聞いたら、そこ川近いからか、ハムシ羽ありがいっぱい来て店の中びっしりさ敷き詰めるぐらい来てたんだけども、これを設置したら去年やったら少なくて今年春先からやってたら全然9割減ったっていう話だったのね。おお、そうか、それはすごいなと思って、で俺もう買ったの。俺その人は作ったらしいんだけども、俺はもう作る日はないしそんな手先器用じゃないから、買いました。これ2個で楽天でさ2個で、1400円ぐらいかなしました、ね、だから1個700円700、800円ぐらいだと思ってもらえればいいんだけれども、本当にねアブとかブヨとか来ないのよ。朝早い時間ってさあれさ涼しい時間ブヨが来るのね、涼しい時間ね。で暖かくなってくるとブヨは、ヤブの中に逃げ込んで、そうするとこのアブが出てくるとかなんだけども、全然来ないのさ。一瞬来たとしてもすぐいなくなるの。これやってない時、まあ去年までとかだったらブーンってアブが来るじゃん。そうすると追い払ってもまたブーン、追い払ってもブーンってずっとずっと来るのよね、本当にさ。で鬱陶しかったんだけど全然今年ない。これ帽子につけといたら、安全ピンあるから帽子につけられるんだけども全然来ない本当に。で軽トラとかのエンジンかけたりとかさしてるとさすごいアブ寄ってくるんだ。だけども全然ね本当にねそいつはもう逃げていく、来ない。来てもちょこっとすぐいなくなる、本当にびっくりするね効果あって。だから虫除けスプレーとか、蚊取り線香とかなんかそういうもの、あとは虫コナーズとかそういうほら吊るすだけでいいとかよりも効果あるかもしれない。まああれもあれでね、いいだろうけれどもね、俺もちっちゃい時からお世話になってるけれどもさ、これはね半永久的に壊れない限り使えるわけだね。で追加で買う必要もないじゃん、壊れるまではね。壊れたら買い替えなきゃダメだけども、ね、だからこれ本当におすすめ。畑する人、まあ、建設現場とかの人も社長もなんかやったらしいんだけども、これ効果あるじゃんという話だったらしいね。うん、本当に効果ある、全然虫来ない。でなぜかっていうと、まあ、そのなぜかを言うのが遅いんだけども、まあ、なぜかっていうと、オニヤンマ、ね、オニヤンマ、トンボはさ、特にオニヤンマっていうのは飛ぶ虫の中でいうと捕食者として頂点に存在する存在らしいのね。まあ、鳥とかには負けるだろうけども虫の中では王様なわけさ。だからこいつの姿を見れば、特にこの黄色と黒のしましまを見たりすると全然さ、やっぱ怖がるっていうか逃げるみたいなのね。まあそれはそうだよね。やっぱお金人いればさ、ちょっとまあちょっと例えがいいかどうかわかんないけどもね、炭の入った人とかでさ、こうとか髪バッとさめちゃくちゃ染めてさ、お金ようなさ風貌した人いれば近寄らないじゃん俺だってね。俺も近寄らないよ、多分喧嘩戦も勝つけど俺はねけども喧嘩したくないからね、避けるじゃん。それと同じで、こいつらはもう、ものすごい虫を食べるんだって。まあ、トンボがね、そういう捕食者だ、液中だ、天敵だってことは知ってたんだけども、まさかまさかこの模型でね、効果があるとは本当に思わなかったのね。だから本当におすすめです。こうやって帽子につけてさ、ね、歩いてる、本当にちょっとなんだろうね、可愛らしいっていうか、ちょっとこうね、お茶目というか、なんかそんなね、感じもするんだけども、本当に効果ある。うん。だから、まあ、1個4、800円だと思えばおすすめなんで買ってみてやってみてください。本当にアブとかも本当に少なくなった、劇的にね。別に虫除けスプレーとかしてるわけじゃないよ、虫粉を腰に下げてるわけでもないんだけれども来なくなったんで本当におすすめですんで、これね買ってみてやってみてください。本当におすすめです。何回もおすすめおすすめってね。うん、それだけ俺気に入ってます。2個でなんぼなんで、1個はね庭に吊るしてさ、虫来ないように自分で庭のねトマトとかナスとか世話するときに使ってるんだけども、一つは軽トラにつけてこうやって畑仕事するときに帽子につけてみたり、軽トラの見えるところに置いてみたりとかして、虫除けしてます。本当に来なくなって楽になりました。本当におすすめなんで、まあそんな高いもんでもないと思うんでね、やってみてほしいなと思います。